ソフトバンク選手寮に 200kg の米が贈呈される。玉須田地区後で贈呈式が行われ、風間が出席。このお米をたくさん食べて練習試合に頑張りたいと思います、当レインの挨拶をした。地元米の贈呈は2016年の開業から8回目、量が増築されたことを受け、昨年の150キロから200キロに増量された。祖父番は意識が低いな、愛知の米農家さんも送ってください。以前の仲間におちょくりの電話をかける又吉、マッチアップであったら米くれそうやな。風間、美味しい咲き誇れが食べたいな。米食ったら意識低いっておかしいよな。意識低いのは中日の野球だろ。チュニドラって結局シーズン終わるまで米禁止継続したん？これはいけない。すぐに米を慈善団体に寄付しなさい。これ米自慢罪でチュニドラファンに叩かれるぞ。広岡さんもしっかり食っとったんやろ。米食ってるから若手育ってねえんだよ。なんやこれ、ハンチにか。あー、立つ奈美さんに喧嘩あっちゃったね。アンチライスドラゴンが発狂しそう。高級チュニドラ言われてるから、チュニドラと違うところアピールしてもチュニドラ言われるのはそこやないんだよな。ご視聴ありがとうございました。